イベリア12の新しい印象はイサーク・アルベニス裁判年のピアノ曲。1905年から1908年にかけて全12曲が作曲され、3曲1組で4巻に分けて出版された。アルベニスが病針を押して作曲に取り組んだイベリアは本質的には南スペインのアンダルシアの民族音楽を喚起するものである。本作は アルベニスの最高傑作に数えられ、クロード・ドビュッシーやオリビエ・メシアンからも称賛の的とされた。またモーリス・ラベルは一時期この曲集を還元楽用に編曲することを考えていたが、エンリケ・フェルナンデス・アルボスがその権利を獲得したため、断念したとの逸話も伝えられている。イベリアの全曲初演は、アルベニスの皇帝で、カタルーニャ系フランス人ピアニスト、ブランシュ・セルバによって、 実現を見た。第1巻は1906年5月9日に、サルプレイエルにおいて、第2巻は1907年9月11日に、サンジャンドリューズにおいて、第3巻は1908年1月2日に、パリのポリニャック公爵の邸宅で、第4巻は1909年2月9日に、パリの国民音楽協会において、それぞれ初演されている。全曲を通して演奏すると、 80分ほどを要する。1905年完成、1906年初版、ジャンヌソンに検定。エボカシオンエボカシオン現代は、スペイン語で魂を呼び戻すという意味の言葉である。変異単調という非常に珍しい調べで書かれており、イベリアの中では非常に重たい雰囲気を持つ作品である。港エルペルト自筆には、カディス記されており、おそらく、 カディス地方のサンタマリア港のことを指すと考えられる。イベリアの他の曲と同じく、スペイン的なリズムが特徴的である。港の情景が目に浮かぶような、非常に美容者的な一曲。セビーリアの生態祭コープス、クリスティー・イエヌ、セビーリア非常に技巧的なことで知られる、イベリアだが、この、セビーリアの生態祭から一気に超絶技巧的になる。特に、クライマックス直前。 異常なほどに左右の手が交差するところは難所として有名である。スペイン民謡、ラ・タララの旋律を用いて行進曲として作曲されている。遠近法的な処方で書かれた作品であり、太鼓の伴奏に乗って行列がやってきて行ってしまうまでを音楽で描いたものだとも考えられている。1906年完成、1907年初版、ブランシュ・セルバに検定。 ロンデーニャロンデーニャ多分、マラガ地方のロンダを喚起した曲で、フラメンコに触発された舞曲としてまとめられている。フラメンコのロンデーニャとは別物である。アルメリーやアルムリーや非常に印象派的な手法で書かれた作品である。全体的に穏やかであるが、終盤では技巧的になり、非常に盛り上がりを見せる。イベリアの中では、演奏時間は最長である。 トリアーナトリアナトリアーナとは、セビーリアの一角の地名である。フラメンコに触発された部曲であり、演奏時間が短めなことからも単独で取り上げられることも多いが、非常に技巧的で難易度は高い。変奏曲に近い形式で書かれている。1906年完成、1907年初版、マルグリート・アッセル・マンスに検定。 エルアルバイシンエルアルバイシンアルバイシンというのは、グラナダの古い地区のことである。左右交互連打やニオクターブユニゾンなどの要素から、スペインの歌の第一曲、前奏曲との関連が指摘されている。エルポロエル、ポーロポーロというのは、アンダルシアの部曲の名前である。リズムやメロディーは、曲全体を通して単調でありながらも、変化し続ける多彩な化成によって、 聞き応えのあるものになっている。ラバピエス・ラバプツ、イベリアのほとんどの曲は、アンダルシアの地名や、部曲などをタイトルに持つが、この曲のみが、マドリッドの地区名をタイトルに関している。ただし、アンダルシアを暗示しない、唯一の曲名だが、曲調は、アンダルシアの単語と同じリズムをとっている。イベリアの中でも最も難しいと言われる作品であり、演奏の可能性を恐れ、 アルビニスが楽譜を破棄しようとしたという逸話は有名である。1907年完成、1908年初版。ピエール・ラロ夫人に検定マラガ・マラガ、部曲マラゲーニャを生んだ地中海に面する古い港町、マラガを描く。ヘレス・ヘレス・ヘレスとはフラメンコで有名なスペイン南部の町。ここでサンスルシェリー種そのものもスペイン語ではターンにヘレスと呼ばれる。 イベリア中最後に書かれた作品であり、非常に静筆な雰囲気を持つ。極端に難しい技巧が盛り込まれていることでも、有名である。エリターニャやエアリターニャスペインのピアノ音楽の中でも、散々と輝く曲。曲名は、セビーリア縄文の外にあるオーベルジュの名前から取られた。数種のセビーリア部曲の繰り返しは、常同曲を思わせる。色彩と幸福感。 そして複雑さに満ちた、この曲には、感情な部分が見られない。ドビュッシーはこの曲について、音楽が、各も多様な表現に達したことはなかった。あまりに数多く散りばめられた映像に目も眩むばかりだ、と述べている。エンリケ・フェルナンデス・アルボス、カルロス・スリナッチが、それぞれ一部の曲を還元楽用に編曲した。他に、ギター用の編曲も知られている。ありがとうございます。